本当の実力を見せるタイミングとでも言えばいいですかね。これはちょっと照れますね。刀は心を映す鏡ですね。平常心を失うとふらつき、決断力がないと迷いますから。僕にとっては昔も今もご飯を食べるための手段でしかありませんけど、まあどうにかしてみましょう。未熟ですがご理解くださいね。ここは僕が実力を発揮してみましょう。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。それはお断りします。ちょっと間に入らせてもらいますね。そこまで遅れてはいないですよね。ふん、とう、ふん、すい、よいしょっと、とう。落ち着いてくださいね。惜しいですね。ギリギリですね。おっと、ここは僕が実力を発揮してみましょう。プリフォトファクターって師匠が使った時はすごそうに見えたんですけどね、実際に同じ力を手に入れてみたら師匠はそれ以前にもともと強かったことを改めて思い知らされましたね。ああ、僕の術のことですか。残念ながら切れてしまいましたが、まだ新しく作るつもりはありません。今の僕には特に必要なさそうなので。あはは。